CX-7 は、マツダが製造、販売していた、クロスオーバー SUV である。2006年から2012年まで日本で製造され、2014年からは、中国で製造される、中国市場専売車となった。フロントサスペンションは、MPV、リアサスペンションは、プレマシーから流用される。直噴ターボエンジンと 4WD コンポーネントの、 多くは、マツダスピードアテンザと共通である。トランスミッションは6速 AT のみである。2.3リットル自家4ターボ MZR エンジンを、持ち、出力は175キロワット、5000RPM、最大トルクは 350NM。サスペンションは独立喧嘩で4輪、ベンチレーテッドディスクブレーキ、ABS、ダイナミックスタビリティコントロール、トラクションコントロール、 前輪駆動もしくはアクティブトルクスプリット 4WD を特徴とする。アクティブトルクスプリットにより、後輪に最大で50%のトルクを配分する。燃費は10.15モード燃費で8.9から 9.1kmL である。日本市場ではクロスオーバー SUV のブーム前であったことや、1870mm という、車幅が大きすぎたため販売は伸び悩んだ。 CX はクロスオーバー社のラインナップを表すという思いを込めて命名したものである。ありがとうございます。